マーキーズで使用オ,オン・クリスは、アメリカ合衆国、カリフォルニア州サクラメント出身のバスケットボール選手。ポートランドトレイルブレイザーズ所属。ポジションは、パワーフォワード。エルクブローブの高校時代は、野球やアメリカンフットボールでも活躍する万能アスリートとして知られた。しかし、フットボールで肩を痛めたことを機に、バスケットボールに専念。最終学年は、 平均21.9得点を記録した。大学はワシントン大学に進学。1年生の2015から16シーズンは平均13、7得点を4リバウンド1.6ブロックショットを記録し、パックマイナス -12 のフレッシュマン賞候補にも挙げられた。クリスはディジョンテ・マレーと共に1年間プレーしただけで2016年の NBA ドラフトにアーリーエントリーを表明した。 2016年の NBA ドラフト全体8位で、サクラメントキングスから指名された後、フェニックス・サンズに交渉権が移動。NBA サマーリーグを経て、サンズと契約した。ルーキーシーズンの2016から17シーズンは、ルーキーながら、チームでただ一人、全82試合に、フル出場し、シーズンの終わりに、彼は NBA オールルーキーセカンドチームに指名された。 オールルーキーと名付けられるフランチャイズ史上14番目のプレイヤーに行った。2018年8月31日にブランドン・ナイトと共にライアン・アンダーソンとデアンソニー・メルトンと交換でヒューストン・ロケッツにトレードされた。2018年10月30日、左足首の捻挫でシーズンの最初の5試合を欠場した後、ロケッツでデビューし、 ポートランドトレイルブレイザーズに104-85で、敗れたゲームで4ポイントと2リバウンドを記録した。ロケッツは、クリスの新人契約で2019から20シーズンの400万ドルのチームオプションを拒否し、クリスはシーズンの終わりにフリーエージェントになった。2019年2月7日、クリスは、ロケッツとサクラメントキングス、クリーブランドキャバリアーズが関与する3。 チームカントレードでキャバリアーズにトレードされた。2019年10月1日、ゴールデンステートウォリアーズと契約した HE ワーズ、ウェーブドバイザーウォリアーズ、オンジャニアリー7、2020。2019から20シーズンの残りの期間に保証された契約を与えられたウェイ契約プレイヤーのダミオンリーのためのキャップスペースを開けるために、2020年1月7日に、 ボリアーズを解雇されたが、1月15日に、ボリアーズはクリス・オニウェイ契約に再署名し、後に2年間の残りのシーズン契約に変更された。2020年12月26日、クリスは右足を骨折し、シーズンの残りをすべて欠場することが決定した。2021年3月25日、カディ・ラレントのドラフト交渉権と交換で、サイアントニオスパーズに放出。 3日後に解雇された。2021年9月23日、ポートランドトレールブレイザーズとトレーニングキャンプに関する契約を結んだ。レギュラーシーズン。ありがとうございます。